はい、東洋波及整骨院院長の石丸です。お願いします。本日はうつ病についてお話をいただけますか。はい、うつ病。この症状もですね、東洋医学の、治療院ね、当院なんかの治療院に、訪れる患者さんが結構いらっしゃる症状のうちの一つなんですね。それで、こういう気分障害、うつ病になった場合ですね、一般の方は、まずどこ行くかっていうと、病院の心療内科を考えることが多いと思うんですね。それで、心療内科に行くと、あなたはうつ病ですねと診断されたり、その他、自律神経失調症ですね、気分障害ですね、そういうふうに、西洋医学的な病名をつけられて、西洋医学的な薬を処方されることが、多いと思うんですね。それはそれで西洋医学のやり方なんで、いいと思うんですが、東洋医学からするとうつ病の患者さんが来られて、ね、私、その気分が優れないと、あとは、体に元気が出ないと、あとはそのいつも倦怠感があると、そういったことだけではなくてですよ、そういったことだけを訴えて、治療院に来られた人、僕は今まで一度も見たことがないんですね。気分障害だけを持ってきた人、僕は一度も見たことないんですよ。ね、そういう気分障害、うつ病の方は他にもいっぱい症状を持っている方もたくさんいらっしゃるんですよ。例えば、その精神的な病ね、うつ病を持っておられて、あとは例えば手足がよく冷えるんですよとか、肩がものすごく凝ってるんですよとか、胃の調子が悪いんですよとか、女性なら生理痛があるんですよとか、生理不順もある、ね、足も冷える、腰も痛い、坐骨神経痛もある、ね、ドライアイもある、花粉症もある、鼻炎もある、あれもある、これもさある、いろんなことをバラ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 って言うんですよ。でも心療内科ではその精神的なことだけしか、ケアをしてくれないわけなんですね。それで、心療内科なんかではですね、脳の病だと思ってそのうつ病も考えるわけですよ。脳内の物質が足りないから、それを補充したり、それを高揚させるような感じで、その薬を処方するんですね。でそれが本当に根本治療になるかっていうことなんですけどね、東洋医学からするとやっぱりその他の症状も改善しないと、そのうつ病、その気分の障害も治せないっていう考え方があるんですが、じゃあ東洋医学でどのようにうつ病を治すんだっていう話なんですが、東洋医学では五臓六腑を用いて治療するんですね。五臓六腑で治療する、よくわかんないですよね。でこの五臓六腑っていうのは西洋医学の、五臓六腑ではなくてですね、東洋医学独自の、五臓六腑なんですね。で西洋医学っていうのはですね、この東洋医学っていうのはこの、日本でもう1400年以上の歴史がありまして、ずっと、このやり方で、経験的にこのように治療するとうつ病の人も治りますよっていうね、その経験に基づいて治療しているっていうところが一番の強みなんですね。それでちょっと五臓六腑のね、説明を少ししたいと思います。この表なんですが、五臓の色体表、ここに五臓の色体表っていうふうにね、書いてるんですね。五臓、五臓六腑の五臓なんですけど、東洋医学専門でやってる治療院なんかはこういうことを、こういうことに基づいて治療してるわけなんですが、少しちょっと近くで見るとですね、上から肝臓の肝、心臓の心、胃腸の胃、肺、腎臓の腎とありますね。ただしですね、ここで言ってる肝臓の肝っていうのは、西洋医学の肝臓ではないんですけど、東洋医学独自の肝臓の肝、心臓の心、胃腸、呼吸器、腎臓となるわけなんですね。でこの上からこういうふうに、下からでもいいんですけど、この一段一段、色分けされてますよね、一段一段ね。で例えばこの白いラインなんですけど、この白いラインで、この呼吸器のところで、呼吸器に関係することがずらーっと、こっちまでいろんなことが関係してるんですよっていうことが書いてるんですね。それで例えばですよ、これが全員のうつ病の方に当てはまるというわけではもちろんないんですが、一例としてですよ、例えば肺、肺だから、風邪ひきやすいんですよとか、ちっちゃい時喘息だったとかね、ちょっと呼吸器系が弱いと、あとは風邪ひいたら咳がなかなか取れないんですよとか、そういうことがあるとか、その横、大腸って書いてますけど、ちょっと便秘気味なんですとか、昔から、薬飲むほどではないんですけど、なんか便秘気味なんですとか、薬飲まないと出ないでもいいんですけど、ちょっと便秘があるとか、その横、鼻、鼻炎、花粉症、あとは蓄膿症などね、ちょっと鼻が悪いことがあったり、そういう体質の人なんですね。皮膚、アトピーがあったり、あとは乾燥肌があったりね、ちょっと皮膚になんか病が出やすい方、秋、乾燥の時期とかね、こういう秋の時期に、例えばぎっくり腰をするとか、すごい体調を壊しやすいとか、あとはすごい気分が落ち込むとかね、なんかこうしっくりこないと。白い、見た目ね、結構色白な方が多かったりするわけなんですけど、でここに辛い、辛いものがやたら昔から好きだったり、辛いものが逆にものすごく嫌いだったりすることがあるんですね。乾燥、これは先ほどの秋とつながるんですが、乾燥の時期になると、やはりちょっと気分が優れなかったり、ぎっくり腰したり、ものすごく風邪ひいたり、やる気が出なかったり、体調を崩すと、ここにあるんですね。この憂鬱の憂、気分が優れないと。ずーっとちょっといきますけど、呼吸器弱いんで、咳が出やすいんですよとかね、あとはなんか突然声が出なくなっちゃったりね、そういうことがある場合があるんですね。ずーっといくと、ここに悲しみ、感情では悲しみに関係してまして、ここなんですね。やる気が出ない、気鬱、気分が気鬱ね。あとは病気って気が病むって書きますよね。その気、気なんですよ。もう元気の源ですから。気も同じですね。で、ここを寝るっていう意味なんですけど、どちらかというと、ものすごく朝が調子が悪いと何しか、布団から起き上がれないとか、その一日の始まりがものすごく調子悪いっていう方がいらっしゃるんですね。それでこれをね、西洋医学だと、肺、呼吸器がやばい、それちょっと呼吸器科に行ってもらえますか、大腸、それはね、便秘だったら、ちょっと胃腸科を受診した方がいいですね、鼻、それちょっと耳鼻科に行ってもらっていいですか、皮膚、皮膚科に行ってちょうだい、ばーって言って、憂鬱なんです、そこは私、心療内科医だから私が見ますよと、こういうふうにね、いちいち科が分かれちゃうんですね、断片的にしか、見ないわけですよ。このようにしてですね、東洋医学は五臓六腑を用いて治していくわけなんですよね。で、症状っていうのはですね、そもそも、症状が悪いわけではなくて、なぜ症状が出るかっていうか、その病の源っていうのがあるんですよ。その病の源を治すと症状が出なくなるんですね。結局火のないところに煙は立たないんで、その煙っていうのが実は症状なんですよ。で、先ほどのいろんな症状がありましたけど、その大きな源は、五臓六腑のここだっていうのがあるわけなんですね。その五臓六腑のここだっていうところを強化することで、治していきますし、逆に言うと症状っていうのは、そこの五臓六腑が弱ってますよっていう体からの訴えなわけなんですよ。その訴えだけを見て、そこに対してポーンって薬やっても、結局大元の源が治ってないんですよね、薬だけだと。なぜかというと、そこは見えないからなんですよ、科学では。科学では見えないところに原因があるんで、見えるとこ、訴えてるとこだけをポンポンってピンポイントで攻撃するだけなんですよ。でも東洋医学はそういった出てる症状から、あとは脈見てお腹見て、ここの五臓六腑が弱ってるんだろうということで、そこの五臓六腑を強くすることで症状出ないようにしていくんですよね。だから根本治療なんですよ。で、これね、よく、このうつ病だけでなくてですね、よく東洋医学と西洋医学をね、比較するときによく言うんですけど、ここ上ね、木を見て森を見ない西洋医学。これは先ほどの、木っていうのは一つ一つの病なんですね。例えば鼻が悪い、あ、耳鼻科に行ってください。頭が痛い、脳神経外に行ってください。ね、胃腸が悪い、あ、胃腸科に行ってください。便秘だ、胃腸科に行ってください。呼吸器が悪い、呼吸器科に行ってください。気分が悪い、あ、私のところに来なさいってなっちゃうんですよね。木を見て森を見ないんですよ。体全体を見ないんですよね。科が分かれちゃうんですよ。東洋医学は森を見て気を治すんですよね。森を見て気を治すんですよ。体全体を見てうつ病を治していくんですよ、ね、例えばうつ病の人が来られた A さん B さん C さんでね、10人うつ病の人が来たら A さんはうつ病プラス頭も痛い、 B さんはうつ病プラス喘息だ、 C さんはうつ病プラス胃の調子が悪い、 D さんはうつ病プラス鼻が悪い、ね、みんな違うわけですよ。みんな違うくてうつ病というところは一緒なんですよ。でもその他の症状が全然違うんですよ、みんな、ね、そこをやっていかないとうつ病も治らないわけですよ。これよくまたもう一個言うねやつなんですけど、ね、病気を見る西洋医学、ね、病人を見る東洋医学、ね、西洋医学だけだと例えば、うつ病の人、心療内科医はそんなことないかもしれないですけど、よくね、例えば市民病院なんか行くとお医者さんが顔も見ないでパソコンずっと見てると、で患者さんが、ある病気の訴えをしても「あ、そうですか、分かりました、じゃあ薬出しておきますね、いいですよ、今日は次の方」ね、これなんでかっていうと病気を見てるからなんですよ。その人が例えばめまいだったら「あなたはめまいですよ、じゃあそれ薬出しておきますね、さよなら」なんですよ。東洋医学だとね、漢方医とかも違いますよ。見てきますよ、話聞いてきますよ。そうしないと治せないから、ね、病人を見るんですよ、ね、その人は、ね、あ、同じ例えばうつ病、めまい、何でもいいんですよ。他の症状は何かなって、なぜこの人はこの病気になってるのかなって考えるんですよ、ね、A さんはうつ病じゃないけど B さんはうつ病になっちゃった。例えばそれが同じ職場で同じ環境で同じ仕事量で同じストレスを浴びてても A さんは大丈夫、 B さんは大丈夫じゃなかったわけですよ、ね、何が違うか、これは体質がまず違うわけですよね。生命力も違うわけですよね。あとは食生活が違うかもしれないですよね。なぜこの人はこうなってしまったんだというところをやっていくわけですよ。だから治るんですよ、ね、ちょっと熱くなりましたけど、うつ病、これも絶対に東洋医学の方が強いし、あと少し余談ですが精神ね、精神なんかはと西洋医学、現代医学は90年ほど前まで、ね、精神と肉体は関係ありませんよって言ってたんですよ、ね、ストレスという言葉が大体90年前にできまして、それまでは人間は機械のように動くって言ってたんで精神と肉体は違いますよって言ってたんですよ。東洋医学は、内傷なければ外者いらずってちょっと難しい言葉があるんですけど、これどういうことかっていうと、精神と肉体は密接に関係してますよ、3000年4000年前から言ってるわけですよ、ね、根本からね、やっぱり肉体と精神がつながってるって言ってたのか、たかだか90年ほど前に「あ、肉体と精神つながってるね」って言い始めたのね、この違いは大きいと思いますね。もしうつ病、ね、そういった病にかかられた場合はぜひぜひ東洋医学を受診される方が絶対に近道だと確信しております。以上です。